キス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 しよう、初めての甘いキス、ゆら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 揺れて恋の旅をしよう、風に舞う私の心、さえずる鳥の歌、恋のメロディー、あなただけに捧げる What you do。 皆さんこんばんは、イリカです。今週も始まりました、エリカの告白キスキスキということで、皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。もう毎日真夏っていう感じですけれども、今日も元気よくお送りしていきたいと思います。この番組は、エリカのことをもっと知ってもらおう、エリカのことをもっと好きになってもらおうという思いを込めてスタートした番組です。今日もたくさん告白していきたいと思いますので、ぜひ皆さんもたくさんの告白をお待ちしております。皆さんからのメッセージはユーストリームの右側のですね、ソーシャルストリームのところにコメントいただくか、こちらのですね、エリカの告白キスキスキと、はい、ハッシュタグをつけて、ツイッターの方に、つぶやいてください。今日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。ということで、最近の私はですね、もう本当に制作バタバタしてたんですけれども、まあ、嬉しいことにですね、やっと、新曲を2曲、お披露目、もうできるという感じになってきました。これからですね、たくさん皆さんに聞いてもらえたら嬉しいなと思っていますので、多分ちょっとね、今回はコイントスという TBS 系列の、新番組の方で使われているんですけれども、番組の中で流れると思いますので、ぜひ来週の月曜日もチェックしていただければなと思います。また詳しくお話しします。今日はですね、ペンギンちゃんと一緒に、お送りしていきたいなと思うんですけれども、もう夏ですね。皆さんはどこかもう行かれましたでしょうか。ここに今日来るときに、お台場合衆国も始まっていましたね。すごい巨大なあれがありましたね。これって言っていいの？自分で言えないっていうね。なんだっけあれ。え？うん。ちょっとあれに書こうか。なんかひとみちゃんが、マネージャーひとみちゃんがちょっと書いてくれるみたいで、その3文字を。すごい巨大な3文字の建物が、絵でね、書いてくれるみたいなんですけど。だったら言うなって感じですよね。はい、ありがとうございます。すごい可愛く描いてくれて、まさにこんな感じでしたよ。こんな感じまさにこんな感じの、お台場合衆国のめちゃでかかったよね。あれすごいね。私たちもうずっと通ってるんですけども、あそこの広場ってさ、基本的にいつも駐車場みたいになってて、使われてないというか、あそこがこう一気に賑やかになっててね、あんな風にこう一つの何もないところにこう建物がたくさん、あんなに急に並ぶ、出来上がるもんなんですね。本当にすごいなと思いました。お台場合衆国、ちょっと私も時間があったら見に行きたいなと思います。これが本当にね、結構でかかったんで、皆さんちょっと見に行ったらいいかもしれない。これはめちゃイケのなんかあれなのかな。あ、そうなんだ。さすがめちゃイケという感じですけども、でサンちゃん好きなんですよね。あのサンちゃんのちょっとこうドジで、だけど前向きに一生懸命頑張ってて、すぐ騙されやすくて、なんかこう素直でまっすぐなところすごく好きで、なんかいつもねめちゃイケ見ちゃうんですけども、いつかこう私もお台場合衆国なんかで歌えればいいななんて夢に見ております。なんでこれをずっと出してるか分かりませんけどはい、ということでちょっと今日は早速1曲目歌いたいなと、流したいなと思います。今日ですね、恋告げるという曲を聴いていただけたらだと思う。今日なんか滑舌が変ですねはい、恋告げる聴いてください、どうぞ。もう戻らない、もう止まらない、あなたと出会った日から、抑えきれずにいる私の気持ち、運命信じ、この恋信じ、心解き放つよ、きっとそこから全ては始まる。
ってただ嬉しかったのに、会えないだけでなぜ涙出てくるの。この桜が散ればもうあなたはいなくて、手帳につけてく罰が私をせかすの。開くたびに別れが近づいてく、あなたの笑顔まで遠くなっていく。ということで聴いていただきましたのはエリカで恋告げるでした。この曲はですね、もうもうエリカの定番という感じの曲なんですけれども、初めて聴いていただいた方もいるかもしれませんので簡単に言いますと、私がですね一番最初にこう国歌を歌うきっかけになった曲ですね。でもう国歌を歌ってから 3,4 年目になるんですけれども、この路上ライブをずっとやってて、で路上ライブを歌い終わって、そして、こう自分が次どういう歌を歌いたいかなと思った時に、ちょうどこう春で、なんか新しく生まれ変わりたいという、そういうちょっとこう春のね卒業シーズンにちょっとかけて
あの恋愛ソングみたいな形で、あのこの恋告げるっていう曲を作ったんですけどね。この曲は実は恋愛の歌ではあるんですけれども、私自身も変わりたいという、新しい自分になっていくぞっていう思いもすごくこもってて、なんか2つとしては2つの意味がある曲だったんですけど、この曲ですごい私のことを知ってくれた人もたくさんいて、で、あのお手紙とかをたくさんもらえるようになって、そしてこの告白企画というね、あのブログでいただいたそのお悩みをもとに今日は曲作っていこうっていう企画もここから始まっていったわけなんですけど、すべてはこの恋告げるという曲で始まったのかななんて思います。ぜひ皆さん iTunes レコチョク等でダウンロードできます。そして、コクウタあなたへ送る歌のこちらのアルバムの中にもですね、入っております。コクウタ、この恋告げるっていう曲は取り直したんですね、このアルバムで。なので最近の私がこう歌う歌い方、ちょっと歌い方も変わってるので、ぜひ皆さん聞いてみてください。ちょっとアレンジも変わってます。はい、楽しみにしてください。ということで次のコーナー行きたいと思います。エリカにまつわるエトセトーナー。はい、ということでこのコーナーではですね、エリカがこう最近どんな生活をしてたかみたいなことをお話ししていこうかなと思ってるんですけれども、ちょっと今日も冒頭で話しましたけども、まあコイントスというね、あの番組がもう本当にスタートしましたね。今週の月曜日に皆さん見ていただきましたでしょうか。ちょっと深夜だったんですけれども、私はね一回もうスタジオで見ていたので、もうなんとなく内容は分かってたんですけれども、改めて見たらですね、もう本当にこう男女が初めて知り合った時のあのワクワクした感じ、こう何もお互いのこと知らないだけど、知らないのが逆になんかこうなんだろう、なんかこう良かったりなんかしてね、最初の出会いってそういうのをすごいなんか感じましたね。いろんな恋模様をこうコインでね、コインの裏と表でこうお互いのこうミッションとかをねどんどんこうやっていくわけなんですけれども、第1回目の放送はですね、こうコインで決められた者同士がお姫様抱っこをして、その泊まるところまでこうずっと運んでいくっていうミッションだったんですけど、それがですね、まあ10分ぐらいかなと皆さん思ったかもしれないんですけど、1時間半か40分ぐらい、約2時間ぐらいですね、ずっとこうお姫様抱っこして、その女性をもうこう抱えてね、その宿泊先に行くわけなんですけど、こうやっぱ最初は大丈夫大丈夫なんて言ってて、でもやっぱりだん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 腕がパンパン腫れてくるわけですよ。だけどやっぱり辛いとか言わないのです、一言も。でも汗びっしょりかいて、一生懸命なんかもね汗ベトベトしごめんねなんて言いながら女性のことを気遣うその男性の優しさ、ほんとこういう時にこう究極のこう辛くなった時とか自分が浮かまれた時に、その人の本音がねこう人って見えますよね。なんかもう本当にあこの人いい人なんだなって思ったし、一番私が感動的だったのは、なんかこう女の子がね、じゃあちょっとマッサージするよパンパンだからってこう腕をちょっとマッサージしたんですよ。その時にもう5秒ぐらいこう押しただけで治った治った、すごい治ったって言ったの。治るわけないじゃん5秒で。だからそれってすごい優しさだよね。もうその相手に対しての気遣いとかがすごくある人なんだなと思って、なんか素敵だなと思いました。そういうなんかキュンキュンする番組なんですよね。で来週はね、私はちょっと内容知ってるんですけど、すごいことになります。やっぱりこうお互いの素が見えるよね。うん、なんか本当はこの人とやりたかったのにこの人じゃなかったとか、そういうのは結構露骨に顔に出ちゃったりなんかして、そういうのってよくありますよね。なんか あの人と一緒にやりたかったなっていうことができない時に、なんかこう明らかに元気がないとかね。でそれがなんか相手にも分かっちゃって、相手もなんか一緒に俺でごめんみたいなね。なんかそういう恋模様ってな、恋のストーリーなんだけど、恋愛以外にもこう人間としてのこうなんつうのかな、素みたいなところも見れて、私としてはすごく面白かったので、ぜひ皆さん見てみてください。そしてなんといっても今回この TBS コイントスの番組の、まあ、主題歌と、まあ、今回挿入歌を私が担当させていただいているわけなんですけども、この国歌あなたへ送る歌のアルバムの中から、2曲ですね、今日告白しますという曲と、今日聴いていただいた恋告げる、この2曲が、まず選ばれたということと、あと、
新曲を2曲この番組のために書き下ろしました。もう思えばですね、5月21日のアルバムが出てすぐにこの制作に入ったんですね。なのでもう実質1ヶ月半くらいしか時間がなくって、もうほら5月のお尻だったでしょ。だから6月の頭、7月だからもう1ヶ月しかなかったね。1ヶ月もなかったかな。もう本当にね、てんやわんやでした。だけど何回も何回も実は書き直して、そしてまた作り直して、やっと作品が出来上がった時は本当に嬉しかったですし、やっぱあの瞬間が一番私は自分で好きだなって思いましたね。うん。でね、今回は、恋花火というすごい夏らしい曲と、あともう一つ、たとえ届かなくてもという、2曲を、今回作りました。恋花火という曲は本当にすごく夏っぽい歌で、花火のね、本当に花火を見ながらこう見上げる女の子の気持ちを歌った曲なんですけど、すごい切なくて、でも一生懸命やっぱりこう前に進むために頑張る歌。そしてたとえ届かなくてもという曲は、私が作詞作曲しました。実はですね、もう違う曲を提出してたんですけども、やっぱりちょっとこう違う感じに作り直したいなと思って、ギリギリで、こっちはどうでしょうかと言って、もうガラッと違う楽曲をですね、自分で作詞作曲をして作ったわけなんですけれども、今までの私のテイストにはなかったようなサウンド感で、どっちかというとあなたを送る歌みたいな感じの曲かな。うん。詞もすごくね、私っぽい詞だなってみんなが思ってくれるかなって思います。なんかやっぱり私みたいなタイプっていうのはこう盛り上げ役にね徹してしまったりとか、やっぱりこう本当の一番大好きな人とはやっぱりこう結ばれなかったりとか、なんか私なんてみたいな感じで自分自信がなかった時なんかは特に何にも相手にアプローチすらできなかったりとか、そういう女の子が一生懸命なんかそれでも私にできることを探して、ただ好きって相手に伝えるだけじゃなくって、もっともっとあなたのために何ができるかということを掘り下げた曲になったと思います。なんか私の中では新しいステージの告白ソングかなって思います。そしてですね、なんといってもこの恋花火かな、こちらのですね曲のちょっとね素敵なお知らせが、いつできんの？土曜日今週の土曜日、今日木曜日なんで金土あさってですね。はい、何日だ、26日かな、はい、にすごい、皆さんが喜んでくれるような発表ができると思います。このコイントスに絡んで、恋花火、ぜひ素敵な発表を皆さん楽しみにしててくださいということで、エリカのエトセドラのコーナーでした。それではこのまま次のコーナー行きたいと思います。エリカのロケのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーではエリカがですね、このスタジオを飛び出して、ちょっとこういろんなところで撮ってきた映像を流しているんですけれども、今日はですねこのなんといってもね、恋花火の PV を先日撮ってきたんですけれども、ついに出来上がりまして、皆さんにね早く見せたいところではあるんですけれども、どんな感じの雰囲気か、ちょっとね今日は撮影の、メイキング映像を撮ってきましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。おはようございます。イエーイ、今から撮影です。頑張ります。逆にそれでブラックダウンは少し解放するから。
皆さんこんにちは、イリカです。今日はですね、恋花火の PV を今撮っているところなんですけれども、今、メイクの直し中です。あずちゃんです。イエーイ。今日はね、もう朝までなんですよ、明日の。なので結構みんなで体力勝負な感じなんですけど、いい感じですよね。いい感じ、いい感じに進んでます。皆さん楽しみにしてください。頑張ります。今から外でもう一回、今着替えてモーリーショット撮ります。こんな感じです。頭可愛くないですか皆さん。じゃーん、こんな感じです。楽しみです。頑張ります。はい、ということで、今日はですね、恋花火の PV 撮影を1日ずつやっていました。スタッフの皆さんに本当にいろいろとご協力いただいて素敵な作品が出来上がったと思います。ぜひ楽しみにしててください。見どころはですね、屋上で撮ったシーンと、このちょっとこうアップにしたこの髪型のこの2種類が全然違うイメージになっていますので、本当に見ていただいて楽しんでもらえると思います。今までのエリカとはちょっとまた新しい一面がこの PV では見れると思うので、ぜひ楽しみにしてください。もう朝です、皆さん見てください。ではまだ見てください、あそこ見えますかね、月がまだあるんですね。月明かり、はい、ということでエリカでした。バイバイ。はい、ということで見ていただきましたのは、ちょっとこう恋花火のメイキング映像を見ていただいたわけなんですけれども、今回2種類のねカットで、撮影させていただきました。雨降りそうじゃない？なんかゴロゴロ言ってますけど大丈夫かしら。お台場合衆国にいる人とか心配ということで、ちょっとね今回はですね、屋上で撮ったんですね。で、屋上のシーンはですね、すごい風が強くて、結構こう髪の毛がねどんどんこう前にバーってかかっちゃって、それでなんか何テイクも撮ったよね。それこそね夜のね7時くらいかな、8時とかぐらいから撮って、で屋上のシーンはてっぺん越えた12時くらいに撮り終わって、でそこからまた移動して、まあ、森の中で撮ったわけなんですけど、またそれがもうタイムリミットが夜明けまでなんですね。だから夜明けになっちゃうともう明かりが入ってきちゃうから、その暗いうちに撮り終わないといけないと。だけど途中で雨が降ったりとか、結構アクシデントもあったりして、できるかなっていう感じだったんですけど、なんとか撮り終えられました。私ちょっとね先日、ほんと一昨日ぐらいに第一稿が PV のね仕上がれの第一稿を見たんですけど、すごいなんか私のが今までの PV にはない世界観で、すごい素敵で、なんかアーティスティックでしたね。はい、なんかこうねちょっと言うと、こう光の結晶がファーっとこう夜空に舞い上がっていくんですけど、ずっと監督さんにこう光の結晶が舞い上がっていくから衣装もそれに合わせてくださいって言われたんだけど、光の結晶ってどう舞い上がるんだよと思って、すっごいイメージが湧かなくって、でこういうことですか、こういうことですかって似てるやつとかを見せたんだけど、いや違うんですよ、光のですねとか言って、こう光がこうファーッと上がっていくんですけどねとか言って、全然つかめなくって、で結構ね衣装を当日のお昼ぐらいに決定したんですね。2着目のアップにしてる時の服はほとんどがその日のお昼に買った服だから、私としては前の日とかにもう一応準備してきてって言われた服があったんだけど、その服はね使わなくって、もう到着したらこっちの服に変えてくださいみたいな感じで、全然雰囲気も変わった感じの
服なだったんですけども、でもすごいそれがやっぱりこだわっただけあって映像にすごいマッチしててよかったなと思います。ぜひ皆さん完成を楽しみにしててください。ということでエリカのロケのコーナーでした。それでは次のコーナーに行きたいと思います。エリカのお悩み相談室ということで、ありがとうございます。このコーナーではですね、もう今皆さんみんなから来てるメッセージを読んだり、そしてお悩みいただいているのを読んだり、お答えしていきたいなと思います。今日も皆さんメッセージいただきましてありがとうございます。はい、読んできますね。はい、ちょっと待って、はーい、はーい、ちょっと待って何がはーいだよねはい、コイントス始まりましたね。面白くって何回も見てはキュンキュンしています。個人的にはニコラスが好きです。来週も楽しみ、そして新曲も早く聴けたらなと思っています。今日も生放送頑張ってくださいということでありがとうございます。はるちゃんからいただきました。ねえ、ニコラス、さっき言ってた私がずっとお姫様抱っこして運んでる男の子がニコラスっていうんだけど、ニコラスケージに似てるからニコラスっていうだけで、すごい純日本人の方なんですけど、ずっと25歳で25年間彼女がいないで、だからもう本当にその女性とどういうふうにさ、そこを話していいか分かんないっていう、本当にだからいい意味でなんか計算がないっていうか、だからすごくその彼の良さがわかるっていうか、本当にねニコラス注目していってるんですけども、この同じ気持ちになってくれてすごい嬉しいです。ありがとうございます。めぐちゃん、エリカちゃん、コイントス関西では見れなくて YouTube で見ました。すごいキュンキュン、エリカちゃんの曲歌流れるとテンションマックス、これからも楽しみにしてますということで、そっか関西では見れないのか、残念です。でも YouTube の方で見ていただいてありがとうございます。みんなやっぱコイントスのこと見てくれて応援してくれてすごく嬉しいね、ありがとうございます。今回は今日告白しますが流れたのかな、すごいいいとこで流していただいて本当に感謝ですね。はい、そしてこんばんは、新番組コイントス、開始おめでとう、名古屋は来週からワクワクだよっていうことで、そう、関東エリアは月曜日なんだけども、それ以外の放送される地域は曜日が結構バラバラみたいなんですね。で、時間も結構バラバラなので、ブログに時間とか放送される地域とかを載せてるので、よかったら見てみてください。はい、それから私受験生で夏休み一番頑張らないといけないのになかなかエリカが出ません。エリカちゃんお願いです、カツ入れてくださいということで、あーそうなんだ、夏休みってこうみんなね周りは遊んでたりとか、なんかさほらなんかもう推薦だったりとかさ、あとは何専門学生とかはもう決まってたりするのかな、まだ決まってはいないの、そっか、だけど結構こうまたそのセンター試験とかとはまたちょっと違うんだろうねきっとね、長いよねここからずっとこう来年の1月ぐらいまで長い時間があるわけですけども、でもね私は思うに頑張りすぎないってことも非常に大事かなと思いますね。なんか毎日こんだけ絶対やるって決めて、であとなんかその2時間だけとか3時間だけとか遊ぶとか、例えば何曜日だけはもう1日休むとか、なんかそういう結構メリハリって大事ですよね。私も結構こう歌詞とか書いてる時とかはもうこの日は何もしないぞと、この曲のことは何も考えないぞっていう風にね私は思う。あ、何10月ぐらい、あ、そうなんだ、専門学生とか、あ、推薦とか、あ、そうなんだ、私ね知らないからねそうなんだ、そうだからメリハリじゃないかなと思います。で、頑張るときはもう死ぬほど頑張る、私いつもそうしてるんですけど、私はね長く集中続けないタイプなんですね。もうなんかどん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 爪こうやってやっちゃったりとか、なんか声だけ探しちゃったりとか、だいたい長続きしないんですけども、
こういう時はですね、もう時間を決めてバチッてやる、それがすごいいいことかなと思いますので、諦めないで、ぜひ自分に負けないで頑張ってください。合間にね、私のこの曲でも聴いて癒されてください。そして、キスキスキ、今日も FM ななみの、草ちゃんのアフタヌーンバラエティで恋告げるかかかりましたコンテストの番組で紹介してくれました、感謝ということでありがとうございます。リクエストしてくれたのかな、ありがとうございます、すごい嬉しいです。恋告げる流してくださったんですね、嬉しいです、ありがとうございます。新曲2曲はどんな曲かな、興味津々ということで、まあ、さっきもちょっと話しましたけども、恋、あのね、恋花火に関しては実はね、恋告げるが出来上がってた時に実はもう出来上がってた曲なんですよ、メロディーはね。だけど全然歌詞が違くって、当時はこれも夏のね、本当を言うと、これ言っていいのかわかんないですけど、恋告げるの後、会いたくてっていう曲出したんですね。でこの次に実はリリースする予定だった曲だったんです。実は多分ね、恋告げるが3月ぐらいにリリースして、で会いたくてが5月ぐらいかな、で8月ぐらいに実は出す予定だった曲だったんですけど、いろいろあってやめようってなって違う曲になったんですよね。だからその時からずっと保留で、曲はあったんだけど、いつか使おうね、いつか取っとこうねみたいな感じでずっと眠ってた曲なんですよ。でその例えばメジャーデビューしてからも夏の曲でなんか作ろうみたいになった時に必ずその曲も上がってたんだけど、いやこの曲まだやめとこうみたいな。だけどその曲に実はその時もちゃんと歌詞を、また違う歌詞をつけて、ちゃんとレコーディングまで実はしてたのね。だけどまたその時もなくなって、実はね3回ぐらいやってね、それで今回また作ろうかってなって、またそれの用の歌詞を考えて、で今回決まったんだよね。だから題名も全部3曲とも違かったし、恋花火じゃなかったしね最初は。あとあれね、歌詞も全然違う。だから私としては前の感じの歌詞とかもぜひ聞いてもらいたいなと思うところではあるんですけど、全然ね感じが違うから。でもねやっぱりずっと今までこう寝かせてただけあって、なんかこう初めて歌った曲じゃないから、レコーディングもすごいしやすくって歌いやすくってよかったなっていうのと、あとやっぱり今回の歌詞が一番自分もしっくりきたので、今のタイミングだったのかななんて思って、これは作曲はナオさんがしてくださったんですけどね。はい、そしてお悩み来てます。私の好きな人は Facebook をやってるんだけど、たまたま彼のページを開いたら共通の友達にエリカさんがいました。え、私があげた CD も聞いたみたいだし、エリカさんのこと好きになってくれたみたいです。いつか2人でライブに行くのが今の夢ですということで。え、わかった。私の Facebook って基本的にファンの方も全部承認してるんですよ。で自分からは言わないんだけど、相手が承認、リクエスト申請してくれた人に、でちゃんとお名前が出てって、ちゃんとこうプロフィールが出てる方に承認してるんだけど、ってことはこの方は普通に頼まれないで私の Facebook を申請してくれたってことなのかな。非常に嬉しい、なんて優しい。それを言わなかったってことだもんね、たまたま見たらそれでつながってたなんて、すごい素敵。なんかぜひ2人でライブに来てくれたら嬉しいなと思います。お悩みじゃなかったですね、すいません。まだ時間ありますか。あ、じゃあ次のコーナーでちょっとまた時間があったら、じゃあまた、お悩み行きたいと思います。ということで次のコーナー行きたいと思います。エリカの生歌のコーナー、イエーイ。さあ生歌のコーナーがやってきちゃいましたけど、今日はねペンギンちゃんがずっとね横にいてくれてたわけなんですけども、ここの席にねいつもねたまに最近登場する男の方がいるんですけど、今日はねなんか平成ポンポコタヌキになんか変わって
平成ペンギンちゃんになっちゃったみたいで、ちょっと今変装中みたいな。これ実はだから彼なんだね。なんかさっき全然喋んないんだけどね。これあの彼ですよ。はい、ペンギンになっちゃったみたい。で今日ギター弾けないよねこれじゃあね。この手じゃ無理です。ペンギンの手ってここなんだよね。すごくないですか。足も3本しかないんだね。なんでここだけ黄色いんだろうね。なんておしゃれなんだって感じですけどね。ペンギンの歩き方すごい可愛いですよね。私大好きです。ここがちょっと怖いけどね。でもこれでこういろいろ魚を食べたりしてるわけですけどね。じゃあ歌いますか。すいません今日はいません。ということは私が例のギターを弾いちゃう日ですね。はい。さあ今日はうまく弾けるんでしょうか。またですね、この放送のさっきのロケのコーナーとかの合間に書いたんですけど、歌詞をね、今日打ち合わせしてたんだよね。今日もね。そしたらさ、スタッフの一人がさ、海に行ったらしくてさ、真っ黒にやね、日焼けしてね。どこ行ったんですかっつって、ちょっと海行きましてなんつって、って言っていいなーって言ってね。ほいでなんか誰と行ったんですかって言った、言わないよね、友達とって、友達と行くことになったって言ってね。でみんなで行ったのかっつった、そこちょっとなんか またちょっと間が空いちゃってね。多分なんかこういい感じの方と行ったんじゃないかななんて私とマネージャーはねちょっとこう推測してるわけなんですけれども、なんかいいですよね、そういうコイントスじゃないけどさ、夏って感じ満喫してますよね。やっぱ私もこう夏満喫したいなと思うんですけど、もうあのね明日またレコーディングだね。で明日までにまた歌詞を書くんだけども、明日のレコーディングが終わったら、今週末ライブがあるね、東京タワーのね。それが終わったらラジオが、あ、休めないわ。ちょっと当分無理かもしれませんね、私は。あら、それで8月入ったらライブがあるから、ちょっと難しいかもしれませんね。海っていつまで行ける？クラゲっていつまで？お盆過ぎ。アジャパー。アジャパー。アジャパーって知ってます？平成の子わかる？最近私ね、平成の、あ、昭和のスタンプっていうのをね、LINE で撮ってさ、すっごい面白いんだよ。アジャパーとかメンゴメンゴとかもう言わないでしょ。ということで海をテーマに今日は歌を作ってきました。うまく弾けないかな。ちょっと練習2回ぐらいしたんですけどね。どんなメロディーだったっけ。はい、 OK。 それでは聴いてください。エリカで即興で、作りました。テーマは海です。いくよ。失敗したらやだな。いくよ。もう一回足がいい？でもリハーサルの時うまくできたよね。じゃもう一回いくね。私にそっと渡してくれた
恋をしたい。リハーサルの時のがうまかったね。これどうですか皆さん。もうそろそろメロディーラインが尽きてきましたね。ずっとこのメロディーラインで歌詞だけ変えていこうか。そしたらすごい楽ちんですけどね。それじゃあの上達しないんで、あのまたちょっと頑張ってあの練習していきたいなと思います。今日のテーマは海でした。あのお台場の海も非常に綺麗ですね。はい、なんかさっきからゴロゴロ言ってんの、もしかしたら雨が降るかも夕立が。結構いつもねこのお台場 TV が終わった後帰ってる道の最中で結構ざんぶりに会うのよね私ね。でいつもびしょびしょになっちゃって電車とか乗れなくて、結構ねどっかのベンチのとことかで雨宿りとか結構するんですけど、今日ももしかしたらそんな日になっちゃうのかな、心配だわ。はい、ということでこのままちょっとお悩みのコーナーに行きたいと思います。みんなどうでした、私の歌。今日はね言いたかったのはね、ここ嬉しくて舞い上がって心が君で焼けちゃいましたなんて言ってね、太陽にちょっとかけてみたんですけどね。ちょっと臭いですけどね、アップにすればその臭さも可愛くなるっていうね、あのジンクスあるんですよ。歌の世界って不思議ですよね。なんかほらドキドキってさ、バラードでドキドキって言わないじゃん、ドキドキとか言わないじゃん。でもなんかアップでドキドキとか言ったらすごい可愛い感じでね、なんかこうダサい言葉をわざとこうアップで使うと逆にキュンキュンするワードに変わるのでね、あの皆さんもし歌詞とか書くときとかアップの曲作りたいなと思ってしたら参考にしてみてください。そしてですね、そう今日はまあお悩みもね、あのもちろんちょっといろいろたくさん来てるのでお話ししたいなと思うんですけど、ちょっとね私が今までいただいたお悩みの中でこのお悩みはびっくりしたなっていうちょっとお悩みなんかをね今日ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、あちょっと待って、リカちゃん応援ありがとうございました。メリハリつけて時間決めて頑張ります。私は9月の、AO 入試を受けるのでそれに向けて明日から頑張ります。エリカちゃんの声に癒されたよってことでありがとうございます、嬉しいです。皆さん本当におーみんなめっちゃいい曲でした、ありがとう。うまギターうまくなったじゃん。そう本当エリカさん弾き語りで1曲新曲作ってみて、エリカさんの後ろ。あえ光ってる。すごい光ってるって、すごいお金かけてん照明に。今日はね即興のコーナーはすごいお金かけてライトアップしていただいたみたいで、本当にあの本当だー今見ちゃったー。いや私さこの前さあるイベントに行って、それで結構ねもういつ降るかいつ降るかっていう天気だったんだけど、信じられないぐらい私が降るちょうどぴったりぐらいにすんごい夕立みたいなのが来て、信じられないぐらいの雨と雷だったんですけども、音もすごかったんだけど、すごい音聞こえますか皆さん、これは入んないか。で私が歌ってる最中にゴローとかもうピッカーみたいな感じで、でもそれでも頑張って平常心を装って歌ってたんですよ。皆さんこんにちはなんつってこの格好つけて、そしたら歌ってる最中に信じられないぐらいの雷と光がバーってなって、それで雷が光った後にゴロゴロって言うでしょ、だけど光ったのとゴロゴロが同じぐらいだったからもうびっくりしちゃって、今も光ったよね。もうトラウマなんですよ。っていうかそれで歌ってたら歌ってる最中にガーンってきたからキャーって言っちゃった。もうなんか映画のさホラー映画みたいな。それでも好きで歌ってたんだけど、それでもう好きであーいないなっちゃって、なんのこっちゃみたいな感じで、ほいで隠れちゃってね後ろに。
だけどまたやばと思ってすぐやばいことに気づいて、またはるうにさーんってまた裏から出てきて何事もなかったかのようにやったんですけど、もういあのお客さんとかももう頑張れなんて言われて、何の今イベントなんだっていうね、ライブどころじゃなかった本当に。それぐらいすごい雷だったんだけど、いい思い出になりました。でもね、それ私ね、怖いのと雷は本当に苦手なんですよ。お化けと雷だけは勘弁、ほんと勘弁。だからもう本当にね、雷で怖くない？だけどもうさ、私の年でさ、キャーとか違うじゃん。でもそれがさ、キャーとかだったらいいよ。ギャーだからさ、もう全然違うんだよ、リアクションが。なんか隣の人、ほっみたいなさ。で、三谷が弾いてくれてたの、ギターを。三谷がなんか、ほっとか言って、三谷が私のギャーでびっくりするみたいなね、感じで。その時ね、わざわざ群馬の方からね、お客さんが私のために来てくれたんですけどね。あれは本当に恥ずかしかったですね。はい。こんなことがないようにしたいなと思います。これこっち向いて歌ってたらもう叫んだかもしれないけど、こっち向いたから分かんなかったからね。じゃあお悩みのコーナー行きますか。お悩みはね、私ほんとさ、話が長いって言われるんだけど、やっぱりそうかしら。いつも言われるのよ。ほいでやっぱ誰かとさ、電話してるじゃん、友達とか。大体寝ちゃう途中で。ほいで、だけど、もう相槌しないからどんどん喋ってっていうのね。だから相槌しないってもう知ってるからずっと喋ってんだけど、何も言ってくれないよね。で、結構面白いこと言ったなと思って、もう笑いもしない。あら、大体寝てんですね。やっぱ話が長いのは本当気をつけ、今も長いよね。もうお悩みコーナー行けないっていうね。はい。私がね、恋の恋で、あ、これはすごいわと思ったのはね、やっぱりね、好きな人が5人いるんだけどどうしたらいいかっていう悩みね。これ非常に悩みましたね。そんなことあるかよっていう話ですけどね。皆さんあります？でもさ、小学校の時とか中学校の時にさ、なんか妄想するよね。今日はあの人で、あの人、次の日はあの先輩でなんつって妄想しますよね。男の人はほらさ、 AKB とかアイドルとかでさ、明日は何々ちゃんとデートだなみたいなこと妄想したりしない？一緒に寝るのはあの子で、デートはあの子で、一緒に買い物行くのはあの子でみたいな、こう人を選んだりしてさ、それ好きじゃないんだよね。だけどなんかこう、そういう妄想が好きっていうか。だからなんかね、これが見たいんだと思ったらすごいウケますね。ずっとこの体勢でいるんだと思って。あとでまたちょっと話してもらいましょうね。はい。まだ光ってる？何の話しましたっけ？そうだ、好きな人が5人いる、そういうことかなって思ったんですよ、最初はね。それはなんかもう妄想でお気に入りがね、5人いてみたいなことかなと思ったの。そうやね、そのね、ほら最初のお手紙の一番上が、好きな人が5人いて悩んでますって言ったから、あ、もうこういうことかなって、私もよくそういう妄想したなと思ったんだけど、その後に一人一人、 A 君は何々ができて、何々ができて、何々って一個一個一人一人ね、5人分のエピソードをね、全部書いてくれてて、で、ね、A 君のことはこういうとこが好きで、こういうところはこうで、とか言って、すごい真剣にね、その5人と向き合ってんですね。私としては、5人をね、こうシャッフルして、なんかこう、全員好きみたいな感じのテンションかなと思ったんだけど、本気で5人を好きなのね。だから一夫多妻制の女版。なんていうの？みたいな感じなんで一夫多妻制の女ってなんて言うんだろう。一夫っていうのはだから一夫って言うんだよね。まあとにかくそれは置いといてですね、5人本気で好きってことを聞きましてね、私としてはすごくね、悩みましたね。そういう人もいるんだと思ったの。だからやっぱりあそこで一夫多妻制を調べてる2人がいますけどねやっぱり自分思ったんだけどね、みんな私にお悩みしてくれてすごく嬉しいんだけど、
私はやっぱり一つのカテゴリーに絞られ縛って自分の中でこれが正解なんだみたいなことを自分でこう決め込んで、正解は一つしかないみたいな言い方してた、ずっとね。だけど実はそうじゃなくって、いろんな私自身がやっぱもっと知っていかなきゃいけない。それって例えばなんだろうな、例えば男の子が男の子を好きになるとかもそうだと思うし、そういうことにもっと理解をしていかないといけないんだなと思ったの。一つが答えじゃないんだなって。で、私自身がもしその子の立場になった時のことを本気で考えたら、やっぱりそういうふうに本気で思ってるから悩んできてご相談いただいてるわけだから、やっぱり本気でそれを私もね、いろいろ調べたんですね。でもね、やっぱ行き着いた答えは、やっぱり本当に大切な人っていうのは、やっぱり例えば今日あと3時間しか光った今日あと3時間しか一緒にいれないっていうか、もうあとこの地球があと3時間後に滅びるよっていうふうに言われたとするじゃない。その時に誰に最後会いたいか、すっごい勝ってますねっていうことなんじゃないでしょうか。一切タフ正しい言葉じゃないですね。あ、考えてくれたの。あー、一切のとこが、サイのとこが妻になって、タフが、フが夫になってるんですね。一切タフ、なんで一切タフってないんだろう。やっぱり男の子ないんだろうね。なんでないの？世界中にあるかな。今日ちょっとそれを調べましょうか。ねえねえ、すごくない？怖い、帰れない今日。でね、一番最後に会いたい人じゃないのっていう話をした時に、その子からお返事いただいて、私はやっぱ誰も好きじゃなかったと、やっぱり一人もいなかったっていうお返事だったのね。結局最後に会いたい人って誰って時に決められないんじゃなくって、いなかったのね。すごいこれは大きな収穫だったなと思って、5人が好きで5人のうち誰を選んだらいいか悩んでたのに、本当は誰もいなかったっていうね。でもすごくそれって素直な気持ちだなと思いました。結局なんかさ、好きって言われたらなんか意識しちゃうじゃん。で、私も好きかななんてちょっと考えたりなんかして意識したりするじゃん。多分そういうことなんじゃないかな。うん、そういうことの多分連続がそういうことの気持ちを生むんじゃないかななんて思ったりしました。うん、あとはね、もう一個ぐらい喋れる？そうですね、あとは付き合うって何ですかですね。やっぱこれ小学生からいただいたんだけど、確かに付き合うってなんだろうって思ったんだよね。今大人になって付き合うってことは当たり前のワードだし、付き合うっていうのはそのお互いが一緒にいたいから。だけど小学生の時って確かに付き合うってなんだろうってずっと私も思ってたんですね。手をつなぐことや一緒に交換日記をすることや電話をすること、一緒に下校すること、それが付き合うってことみたいな。だから好き同士なんだけど、付き合ってるっていう言葉だけで急になんか意識しちゃって、なんか付き合ってるんだから電話しなきゃとか、付き合ってるんだから手つながなきゃとか、え、付き合うってこういうことだよねみたいな、変ななんかカテゴリーに絞られて、すごいその付き合いごっこみたいな感じだった結局ね。でも本当の付き合うって、好きな人同士が一緒にいたくて声聞きたいから電話するし、一緒にいっぱいいたいから下校するし、触れたいからキスするし、お互いのこと知りたいから交換日記もするんだろうしね。なんか多分そういう、え？やっぱり一切タフ、中国の奥地にはあるとか、本当に？でもさ、一人っ子政策じゃないの？中国は。もうすごく光ってるけど絶対に見ないから、私これもうさ、YouTube にアップされる時すっ
ごい怖いよ見るの。私結構自分の反省もするからね、あの結構あの 見るんですけどね。これは怖い。これでまだ降ってないっていうね、雨がね。すごい音ですね、うん、だからその子には付き合うっていうのは一緒にいたいことの連続なんじゃないかっていう風にねお答えしたんだけど、そういう風にね言ったら、ちょっとその子からのご連絡はなかったんだけどね、あの伝わってくれてたらなと思います。でもよく考えたら、なんか付き合ってるから浮気しちゃいけないとか、付き合ってるって何の契約書もないよね。で勝手に別れられるし、勝手にくっつけられるし、何の制約もない中で付き合うってすごくなんか不思議な言葉だなと思って、そんな言葉なかったらいいのにと思うんだけど、でも付き合うっていう言葉があるから、お互いがちゃんとこう責任を持って付き合えたりするのかな。付き合うっていうことがなかったら誰でも彼でも今日好きな人と一緒にいたいみたいになっちゃうけど、付き合うっていうのはこう継続するよね。責任っていうものはちょっと入ってくるから、付き合ってるんだから、お互いが思い合ってんだから傷つけないようにしましょうねっていうことなんだろうね、きっとね、うん、心配させないでねっていうことの、なんかなんていうかな、思い合ってるっていうことに、なんていうのかな、お互いが、うん、責任を持ってる付き合い方なのかな、うん、すごく複雑だし難しいなと思うし、まだまだ私も勉強不足ですけど、またはい自分の中で答えができたらお話ししたいと思います。ということで、あっという間だったんですけども、皆さん雷気になってますよね、後ろのこの頃雷さんに好かれてるよだって、私も雷は嫌いだよ、田舎の雷は音がすごいよってことで、そうなんだ、やっぱ山だからね、近いのかな空にね、場所は雷だって、空全体が真っ赤になってます。怖いかな、帰り気をつけて帰ってくださいということで、ありがとうございます。すごい、こんなの今まで初めてだよね、うん。さあ、じゃあ告知をしていきたいと思います。じゃあ三谷くんが告知します。今日どうでした、今日どうでしたか。そうですね、やっぱり僕は新曲早く聴きたいですね。そうですよね。じゃあ告知したいんですけどいいですか。いいですよ。はい、7月27日今週の日曜日、東京タワーで、19時からライブします。毎月やってるライブなんですけども、夏真っ逆さま、あれ真っ盛りのライブなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてみんながカバーしてほしい曲も、もしよかったらリクエストしてくださいね。そして7月28日はコイントスの第2回目の放送です。深夜0時41分から、今週からちょっと早くなってね放送されますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして8月3日には夏サカスで、ライブをすることになりました。こちらもぜひチェックしてみてください。そして7月29日には11時からね、東京 FM で、坂本さんのみゆさんの、はい、ラジオに出演させていただきますので、ぜひこちらも、ブログ等チェックしていただければと思います。ということで、あっという間の30分1時間だったんですけれども、皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。次回は8月14日木曜日でございます。もう8月14日お盆ですかね、皆さんは。はい、ぜひ次回も楽しみにしていただければと思います。ちょっとまた即興のコーナーもですね、盛り上げていけたらと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そして雷がね、ほんと怖いんですけど、これさ、ちょうど帰る頃に降りそうですね。東京の方面で見ていただいている方は気をつけてくださいね。ということで、次回も8月14日もぜひお楽しみに。お相手はエリカでした。バイバーイ。